さあ始まりました。今回はディケイトのウルトラマンスーパーヒーロー作戦実況プレイ。さあ今回はガンダムの話ですね。ガンダムウィングの第1話の話ですね。これ最初海中運営出てきたんですけど、全然わかんなかったですね。なんこれ、わけがわからないから無視です。なんだ、顔を見られるわけにはいかない。もう一度、逃げるんだ。なんかないかな、落ちてないかな。貝殻拾ったらルミみたいになるから気をつけてやらないとな。お、ジェクスマーキスでかっ。ジェクス得意、地に接近する未確認の機体がある。デブリガンダムかもしれん。迎撃してくれ。わかりました。よう簡単に迎撃してくれって言うな、デブリガンダム。機体、あともう少しだ。まさかここでリリーナ様登場か？ GG ネフロンティアで、ポーダブだとここで会うんですね。なんだ。なんだ、会わなかった。一瞬ビビったよ。これずーっとまっすぐ行けば多分いいんじゃないですかね。これずーっとまっすぐ行って高野だとお笑いですよ、ほんと。ないかな、ないかな、なんかないかな、落ちてないかな。落ちてない。お、来た！ギュッと掴まれたよ。懐かしいな、この音楽。懐かしいですね。なんだあれは。例のガンダムではない。だが新型モビルスーツか。的確にターゲットノックオン。通常攻撃で全部出てきます。よいしょっと。倒れたー。トールギスはまあ普通に考えて後回しですね。利用多いっすねー。これ何しようかよくわかりませんね。まあ海岸だから地上戦利用ですね。てか、ヒーローどこに持っとったん？気になって仕方がない。これってビームサイルを使ってるんですかね？素手ですかね？よくわかりません。ローバーガン使った。やばい。HP 地味にやばい。あ、そうですか。ここ曲げるとこですね。任務遂行か。こうなんだ。判断、一時撤退する。最初からスモークエタで攻撃してんじゃなかったっけ？あれ、ポータブルだと攻撃したこの姿のまま動いてましたね。なんという速さだ。あれだ、峠ですよ。追いつけん。あれ、前なんか迎撃してなかったっけ？この海岸も随分とゴミが流れ着くようになったのも悲しい方じゃ。なんじゃ？また何か落ちたようじゃの。のんびり言えるな。すごいな、この人。お、リーナ来た。大変、誰か倒れているわ。結構服赤いな。仙道くん、まだこのままに。あんた大丈夫？気がついた。見たのか？え、何？自爆したさに全然死にません。強かったです。俺の顔を見たらからにはお前を殺す。私はリリーナ・ドードリアン。あなたは？殺すようならあなたの名前を教えて。ヒーロー、ユイ。ヒーロー？なぜだ？なぜ俺はお前を殺せないんだ？お前は俺にとって邪魔なのに。原子、同じ音や。懐かしい。てか懐かしくないわ。結構かヒーロー、あなたは一体何者なの？もしかして星の王子様なの？星の王子様どころか普通の暗殺者ですかね。これ小説持ってますが、何とか無事に地球へ降下できたか。それにしても俺と同時に地球へ落ちた5つの流星、あれらのガンダムなのか、そしてありがとうガンダムを追っているのはなぜなのか。アーチミネットガンダムの降下地点はこの辺りのはず。ん？北にやの左方向、北東のエネルギー反応がある。すっごいうるさいっすね。どんだけミンミンさんアイドルやて。そりゃいいえ、俺の、いつも俺の学校の帰りに結構聞こえますよ。み、あい、い、げ、登校するときすっごいミンミン言いますよ。大変ですよ。あ、すいません。あ、これ、家の周りですよ。よく見たら。北東か。
ここから考えたら自衛隊基地かな。なんかガンダムの走りばっかりやってから。お、なにこれ、ガンダム。おお、いきなりヘビーアーム手に入れた。なんでやねん。おい、トラ、どうしたんや。あ、ちょっと待って、あれ、あれ、行き止まりな。待って待って待って、ヘビーアームズだけかい。まあいいかったけど、まあ欲しかったからいいけどさ、欲しく、まああったかどうかガチでわからんかった。よし、ここはこっちの道だな。あ、で、見えへん。ちょっと待ってね、ちょっと。こっち。戻ってもしょうがない。早く開けてみてね。いや、いいところ言うても。な、ちょっと待って、こっちの道しかないんか。ヘビーガーデンと、超わかりづらい。あれ、こっち道ね。あったあったあった。なんであるの、こんなとこに。わけわからん。お、なんだ？そこの前、聞きたいことがある。この写真の男を知ってるか？懐かしい。その男は知ってるらしいな。どこでこの男を見たんだ？そしてお前はなぜここにいる？貴様はデビルガンダムの関係があるのか？デビルガンダムとアルジュンドガンダムのことはやはり関係があるせい。答えな。やはりそうらしいんだ。なるほど、デビルガンダムか。あ、素直に言うと止めろ。ああ、誰がそれ以上何も言えない。なんだと、答えないと力だけでも受け入れてやる。出ろー、グランダム！またこの音楽ですか。どちらかというと、ジーガの音楽したいんですよね。また的なやつ。俺の期待はガンダムじゃない。行くぞ！ガンダムファイト！レディーゴー！虫ですかい？チッ！ガンダムじゃないやつなんて。かっこよくバルカンって言ったけど、ただの遠距離射撃じゃないですか。なんでこんなかっこよくて。シャイニングガンダムのコンパチ色姿結構かっこ悪いですね。てかもう終わり？早すぎだろ。ヘビーアームズ来た。確かにヘビーアームゲットしたけど。お前な、俺に攻撃したんかい。お前の方もやるんかい。これ基地が遅いんじゃなかったっけ？なんだいきなり。戦闘記録001、記録者名、トロイドでもなっておこう。誰もアルティメントガンダムに手出しはさせない。お前向かい。あれはもうアルティメントガンダムにはない。地球圏を侵入恐怖の陥れるデビルガンダムだ。貴様ら何を企んでいる。返答の下によってはデビルガンダムと貴様らを倒す。アルティメントガンダム関係者を発見。情報通り近づくってことを解決するタイプのようだ。なんだと、俺に邪魔するならみんなまとめて叩き潰してやる。カタカタや。おお、回復してありがとう。トラ君やったね。あ、てかさ、トラにもやらせてよ。あれ？トロは無視なの？俺、勝手にできる。お前、攻撃を押すな。味方なんか敵なんかはっきりせいや。どちらかというと、おお、それでいい。てか、消えた。今度はなんだ？うわ。お前がなんだよ。びっくりさせないって言うさせて。お、なんか味方に入ったぞ。あれはデブリガンダム。以前より巨大化してる。このままで3人ともやられてしまうぞ。ちょうどいい。貴様ら死んでくなければ、デビルガンダムの破壊を手伝え。言われるまでもない。それが俺の目的でもあるからな。俺は遠慮しておく。ふざけんな、貴様逃げるか。それでもガンダムを変えたか。戦わない兵士に存在理由がない。というのか。戦闘記録。今後の作戦のため、アーティメントガンダムの現状データを収集する。結構優しいな。てか回復させてはひどいな。今回ケチやな。レベル上がったやろ。シャイニングストライク作ってみたいな。特殊攻撃は右ミガトリング。全部最強だよ、と。インラミル。さっきからずっとこればっやってればいい。僕ウルトラマキー大好きなのに全然ないですね。ガンダムばっかりじゃないですか。これスーパーヒーロー作戦。うわ、また怖い顔になったな。ちょっと抵抗あったんですよ。仮面ライダーだから。仮面ライダーって。ああ、明日多分スーパーヒーロー作戦大だね。もう買ってくると思います。そして限定版買ってきます、今回は。ないね、バルカン砲かっこよく。まあいいや、通常攻撃。買ってきます。フィギュア6体も、で、開封レビューしていきたいと思います。だから、ご視聴お願いします。ああ。またかっこよくバルカン行ったな。怖っ。音だけ地味にガンダムっぽい。ナイフが唯一この。
よし、じゃあもう全部通常攻撃に回しましょう。まあこれで勝てたら楽しんだけどですけどね。なんか守ってる。守りに徹してますかね。まあそれはそれでやりやすいですけどね。にしても、シャイニング、R が、ね、わあ、懐かしいですね。お、まだ生きてる。よし、もう一度技を。ビームから出そうと。で、こっちは、まあ、バルカンで毎回、通常攻撃や、ミサイル一斉発射。これ GG のフロンティア、ポータブルだと、めっちゃ出ます。結構かっこいい。で、かっけ、さっきから守りに行ってばっかり。やべ、倒せた方がよかったか。なんでさっきから回ってる？ジミアン。お、弱ってきたか？あ、なんか見えないんだけどな。通常攻撃やっていけばなんとかだ。よっしゃ、倒した！楽チーンとは言わないけど。おし。またレベル上がった。よし、オッケー。レベル上がった。トモンカシもレベルが上がった。HP が上がった。ストレスが上がった。ディフェンが上がった。トラバートンがレベルが上がった。HP が上がった。ストレスが上がった。ディフェンが上がった。ディフェン。ああ、もう。どうなったん？急に怖いやん。バグったと思うやん。ちょっと待って。超不安なんだけど。なんだと？破壊したんじゃないのか？この程度奴が倒せれば苦労はしない。すっごい揺れてますね。顔面酔いしますよ。地味にコンパチっぽいからなんか気持ち悪いですね。なんかな、ちょっと待って、バグったのやめて。始まった。まさかここでタイトル？キレだけ高いの知るか？ウルトラマン。これはなんだ？ウィングですね。宇宙刑事か。何だっけ？忘れた。ドルでギャバンですね。あ、ギルか。破壊だ、あ、じゃ、機械だと機械だゼロは間違えた。全然違う。デビルガンダム、あ、マスターガンダムと、あ、デビルですね。ゴッドガンダム、ネタバレー。お、怪獣軍団、聖人軍団か。ウルトラ5強、え、たく、いっぱいおった。ワーストラインですね。うわ。セブン。メトロン。名シーンっすね。お、なんだこれ、知らん。多分オリジナルや。まさか目がここ。ワンプレス。じゃあ本格的、じゃあご覧いただきありがとうございました。